続きまして、質問完了の説明でございます。説明は、県庁の建物を隅々まで知る男、庁舎公開時の解説でもなしに、神奈川県庁務局参事、浦島より、政庁についてご説明いたします。浦島庁務局参事、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。じゃあ今日は天気もいい中ですね、本当はお店の、プラーガーデンとかですね、ご覧いただきたいところではございますけど、よくぞこの政庁にお越しいただきました。当初冒頭に通常管理会長の話があったわけですけども、皆さんが県民の皆さんとして初めてこの復活したですね、復元した政庁を初めてご覧になったということでございますので、大変貴重な思い出があります。約20分程度ございます。説明でございますけれども、ぜひ成長の良さをですね、ここで今一度、感じていただければ幸いだと思います。改めまして、総務局参事の浦島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私からの音の人聞こえてます？聞こえてますか？大丈夫ですか？ありがとうございます。そうしましたら、時間もあれなので進めてまいりたいと思います。今本庁舎の正面を映してございますけれども、この3月までこのタイルとかですね、この辺の塔も含めて、耐震補強工事をしましたので、だいぶ強くなりましたし、傷んでいたようなタイルを張り替えさせていただくということで、これも、皆さん4月になって、3月末から初めてご覧いただけるということでございますので、よみがえった県庁ですね、これからも愛していただければと思います。まず皆さん今日お越しいただいているこのお座りところが4階でございます。政庁ということでございます。これ分かりますね。この赤く塗っているところでございまして、この裏側今カーテンで閉まっておりますので、今皆さんがいるのはこの空間ということでございます。3階の大会場から1階登っていただいて、これ来ましたけど、こちら日本通りがございますので、まさに正面のまた中央にあるということでございます。それからご覧いただきますように、天井高6メートルございます。4階5階が高い部屋ということになってございます。これがですね、先ほどは創建当時だったんですけど、これが政庁に退職する前ということで、この地域政策関連の会議ですね、部屋で使ってたんだと思います。このだけの、空間をですね、部屋で使っていて、大変もったいないなという時代が長く続きまして、耐震補強工事のともにですね、こちらを空いていただいて運営できたということでございます。矢印がですね、三角形についてございまして、これお気づきになった方は大変お目が高いということでございますけれども、実は廊下のところにですね、こういったような当館の当時ですね、16分割 の真ん中に放送下という、後ほど説明します。放送下という花をすらえたものがこの4階にあるということでございまして、これがあるということでですね、外から見ても廊下から見ても清浄であるということがですね、気づいていただけるということでございますので、お帰りまたご覧いただければと思います。さて、清浄とは何でしょうかということでございまして、私も当然戦後までございます。戦前までもですね、大体こういった都道府県庁舎、市役所に必ず清浄でございまして、大いい時代になります。ご覧いただいてますように、当時この建物の設計協議本編でですね、この建物を設計できていますけど、その時にやはり清浄とは何でしょうかという質問を受けた時に、三大説、大変式場、元日、紀元説、天長説、今で言うとですね、明治説とかと同じで、次第説と言っておりますけど、そういった、時に行事として使われるようになっております。皆さんのところに正面、カーテンがずっと閉まってございまして、これは今後も多分開けることがないということでございまして、当時はですね、このカーテンの裏側に、壁がございます。白い壁のところに天皇皇后陛下のですね、ご神お写真が飾ったということでございます。当時はですね、大日本憲法でございましたので、主権は天皇にあったという時代でございます。戦後は今の憲法になりましたから、主権は我々国民ということですから、そういった写真はもう挙げないということでございます。ちなみに昭和4年の4月24日のですね、横浜貿易新報、これ今の七田新聞です。こちらに天皇陛下がですね、関東大震災の後の復興の様子をご覧いただく第5話、こちらずっと桜井町の駅からずっと向こうの方まで行幸されていますけれども、その時に当然県庁にもお寄りいただきました。こちらの3階のところに議事室がございました。
社に飾られていた天産品をですね、ご覧になられたという記録が残っているということで、当時の昭和天皇ですけど、陛下ですけど、でこちらに来られた記録があることでございます。まあ、ところがですね、そういった立派な部屋だったわけですけども、こちらに書いてありますように、本庁で行政資料室があったということで、この平成5年までの前、ずっとですね、まあ、戦後いつからかわからないんですけど、まあ、いわゆる補修室みたいな使い方で、その後に事務所にしましょうということで、まあ、こういった部屋を作るためにですね、担当部署や事務室を作るために、まあ、工事を行って、さらにここにあったシャンデリアをですね、平成9年の段階で、約20年前に、それは本当にですよ、ということでございまして、その存在をですね、ほとんどの皆さんが、職員ですらもう分かった方ということでございます。まあ、ただですね、まあ、幸いにもこのシャンデリア、部品はですね、すべて残してありまして、保管されていたということもございまして、後ほど説明しますけど、見事にこれは昭和3年の創建当時に残したということでございますので、大変重要なところでございます。さて、まずはですね、どういった感じだったかということでございます。まあ、これ25年の8月の時ですけど、後ほどこのカーテンを開けさせていただきますけれども、まあ、このような立派な部屋なんですけど、蛍光灯がですね、結構下の方にこう並んでございまして、大変、まあ、なんとなくちょっと、まあ、うざいなという感じになってですね、なかなかこの清張の一番中央のですね、教えがあったところの前に突き抜けているということで、大変、まあ、失礼な使われ方をしていただけないかなというところでございまして、この扉、皆さん入ってきた扉の上もですね、まあ、こういった換気の設備があったりしてですね、廊下ってなりますね、廊下に塞ぐというようなことでですね、出入り口もできないというような状況。そして、まあ、工事の進む中で平成28年9月ですけれども、ようやく今まで使っていた人たちが引っ越しをいただきまして、このように空間としては広がりを持たすことができましたけれども、相変わらずこの床には皆さんは今日はですね、木の生のところにね、ちゃんとかけていただいておりますけど、当時はタイレットカーペットがありますので、なんとなく、壁も全部ペンキで白く塗ったり吹き付けたりしておりまして、なんかいい感じがなかなかないな。でこれをどのくらいのどういった形で磨かれたかということがこれからの説明でございます。まあ、一つ一つちょっと細かくなりますが、まず床でございます。床ですけどこんな黒ずんでたんですね。でなぜかというとさっき言いましたけどタイルカーペット接着剤を貼り付けてたんです。でこれでも長年こうくっついちゃってますので、もうなかなかこう取れないということで、まあ、特殊な液を使いましてですね、これをゴシゴシゴシとしごいたらちょっと汚いんです。こうやって糊がですね、このように溜まっていくというような状態になりました。で、これが元の状態ですね。これを全部、この方ですね、職人さん、若い人さんですね、一人で一生懸命にですね、この広さで、このようにですね、切れていくということでございます。で、これも大変な作業でございました。で、こちらで見ていただくと分かりますように、ところどころ色が濃く見えるところになります。やはりですね、使っている中で板が割れてしまっている。そういったことで、そういったところはですね、アドライブで新しい板、まあ、これは同じチーク材なんですけど、これを足しているということで、皆さんの足元にどっちから方向かにはですね、あるかもしれませんけど、まあ、なかなかわからないようなわからないとしますけど、そんなような形で補強もさせていただいたところでございます。そしてですね、明かりがつかないとわからないんですけど、この船長の床の周囲ですね、窓側からこのずっと一番周囲のところ、扉のところ、ずっと周囲のところだけがですね、この寄せ木がございます。寄せ木というですね、まあ、箱根の感じでわかります。こういった形で、いろんな色合いになるように、こう、柄を組み合わせているところになりますけれども、ちょうど今、スクリーンの裏側になっている出入り口のところは、全くそれが取れなくなってしまっていましたので、これはちょっと創建当時のものがございませんが、同じような柄で、まあ、作り替えて、今は、そちらに寄せ木も復元したというところです。さて、この床なんですけども、天然木でございますので、使っているうちにやっぱり傷がついたりですね、汚れたりしてしまいますので、今で言いますとワックスの部分というようなものなんですけども、こちらやっぱり天然のものでございますので、この老幹ということでございます。ハネの木で固めたものとか、このパチンコ陣になっているんですけども、こうやって熱しますとですね、鍋のところを熱してますね。そして液状になります。液状になったところを一生懸命伸ばして、まず伸ばして、まずダイヤで一生懸命この床に染み込ませているということで、今もだいぶ染み込んでまして、だんだんちょっと白っぽくなっているのが浮いてきているという
ということは汚れではございません。ちゃんと染みてるということで、これが落ち着いてくるとですね、しっかりとした形が、艶がそのまま残るということになっておりまして、まあ、一応コーティングしているということでございます。先ほど申しましたように、この窓が あるんですけど、これも4階、5階吹き抜けてますけども、こちらに照明を置きました。で、この高いところですね、ロケペタもございますので、どうしてもこの辺の壁を直すとですね、足を置かなきゃいけないということで、ずっとですね、壁際に足の高いところまで直すということでございます。で、これがですね、この壁がまた特殊な壁でございまして、これ、この縁ですね、前に来たところ、あれがもっと粒々に細かくなっています。これをですね、まあ、このような塗装の上に塗るとこんなようになります。で、皆さんのちょうど目の前ですけども、ちょうどこの辺、なんとなく色が変わっているように見えますか？ここ。で、なんか変わってますよね。はい。ここはですね、この写真でありますように、こう欠けてたんですね。もう塗装が取れてしまいました。で、これをこのようにコルクで埋めまして、最後に塗装をかけて、今同じように、まあ、ちょっと若干はどうしても、思い出すかありますけど、このように同じように仕上げるということでございまして、この最初に白いところにペンキを一回塗って乾かないうちにですね、この職人さんが一生懸命こうやってコルクを立ててね、前にくっつけて、で、上からもう一度塗ったということで、大変手間のかかる仕上げでございます。これは当時の図面にもコルクを仕上げて返してございましたので、同じようにまた塗り返していただいたというところでございます。それから、正面のその、まあ、いわゆる通常、法案殿と言っているところです。ご支援の法案殿というところで舞台がございます。うちの場合は、正庁の、そこは正壇という名前で住み込んでいます。その両側に壺台、まあ、当時は花瓶があったようでございます。そこのところの上もですね、後ほど上がりつけば見えますけど、このように、寄木模様になってございます。これも修復させていただいたところでございます。そしてですね、もっと悲しい出来事があったんですけども、今の位置、ここの位置ですね、私がいるこの位置ですね、この位置まで舞台があったんですけども、実際に工事を始めたときはここにまで、ここでずっと確保されてしまっていましたので、この分だけなくなっているんです。で、それを今回、付け足したという。これはどうしてももうありませんから、現在の材料ですけど、奈良の県の木材を、土台を組んでいただきましたので、幅とか形はそのように復元させていただきました。まあ、質感はどうしても後ですから違います。このようにですね、もう取られてしまっているというところに一生懸命職人されまして、これを組み立てて、それで仕上げをして、塗装を取ったら取ってください。まして、まあ、出来上がればですね、あ、こんなもんかというところでございますけれども、ここに至るまではですね、結構職人さんたちの手がかかっているということでございます。さて、今度は扉でございます。今度お帰りの時にもご覧いただきたいと思います。先ほど換気扇みたいなのがあったんですが、欄間がございます。欄間のところもこのようにですね、換気扇があってございました。これはですね、本当はもともとはこういった、再興された、彫刻がついている欄間だったんです。で、それを今回新たに作りました。で、この柄は何かというところでございますけれども、実は3階に先ほど言いましたように、記念室がございまして、そこの扉の欄間は今の、天皇陛下ゆかりということでございますので、現在京都御所に獅子殿でございます。そちらに玉座がございまして、白い剪定がございます。先日昨年行きましたときまだ工事中でございましたけれども、玉座に座って剪定を見ますとですね、右に立花、左に桜ということで、右近の立花、左近の桜ということになってございまして、これも彫り物がされているということでございまして、後ほど国会にですね、名前をですね、その彫刻のところにガラスがはめ込んで、そこに組み込むということで、大変手がかかることでございます。うん、これは図面に、基づいて、あと見本がありましたので、直させていただきました。そして、若干マニアックと言ってもらいますけども、扉のですね、この握り玉、これもですね、古いものと新しいものがございまして、新しいものも同じ形のものを作らさせていただいています。で、帳板なんですけども、こちらの扉の帳板は新しく、で皆さん入られてきたの扉は少しこのような形、若干形が違う。まあ、こんなことを覚えていただく必要はあんまりないんですけど、一応こういう頑張ったというところですね、努力の成果を皆さん見ていただいています。さらに、この塗装の色も違います。こちらは新しく、ね、塗り替えということでございます。さて、
棚ごと